おはようございます。堀です。今回来ているところは、源平合戦の木曽義仲の、有名な戦、戦場は、跡なんですけども、栗から峠の源平合戦の、地に今来ています。今朝6時、なんですけれども、鳥のさえずりがこの山間部に響いて、心地よい朝を迎えております。この辺ちょっとね、歴史街道っていうことで、ちょっと、ね、散策できるような、ところがあるので、今はね、その辺ちょっと散策しながら歩いてきています。歴史をちょっとね、触れてみたいと思います。旧北陸街道、これは道がかなり、ね、広く整っているんですけれども、ちょっとここの道は、城下町、下の方はね、民家があるところは綺麗で、いい感じだったんですけどもね、この、山道に入るとちょっと女性の一人歩きがちょっとね、戸惑うところあるかもしれないです。でこの山、熊も生育する地域なんで、その辺もねちょっと気をつけて歩きたいところですけども、昔の人はこういうところをね昼夜歩いていたのかもしれないですね。なんか歴史の息吹を、感じられます。だからこう歩いててなんだろうな、森の香りっていうんですかね、なんか花の香りっていうか、ちょっと甘いような匂いがこの森に入ってからずっとしています。一騎打ち跡、今上の方まで上がってきたんですけれども、この旧北陸道ですね、やっぱり、近代まで街道として使われてたような感じで、まあもちろん山道もあるんですけれども、案外ここも広いんですけれども、ここはですね舗装されてる、なんだろうな、これコンクリで舗装されているのかな、アスファルトではなくて、そういう道になってますね。つい最近っていうか、だいぶ、近代まで使われてた峠の道のようです。今この、歴史街道っていう散策道ですね、私が栗からの道の駅から歩き始めて、そこに看板が出てて、このコース5キロっていうことになってたんですけども、多分、峠までのことを言ってるのではないかと思います。この先ちょっとねその辺わかると思うんですけども、今、半分過ぎたぐらいだと思います。もう少しすると、不動尊っていうところに出ると思います。だいぶね上の方まで上がってきました。でもねこの道やっぱりね、動物の気配が、森の中からしてきます。まあ野鳥の声は綺麗にね響いてるんですけども、このね山のさ茂みの中でガサガサとガサガサっていう音がたまに聞こえてきます
跡。今回は寄らなかったのですが、ここには竜ヶ峰城址公園っていうのがあり、休憩するのにいいスポットがあるようです。今この車道ですね、ここも旧 北陸街道になってます。でここはね、今でも普通に生活で使われてる道路みたいです。車もね通っていくんですけれども、今まで森の中涼しかったんですけども、まだ朝7時台なんですけども、もう今日はねまた暑いですね。で、コースのね、説明板がありまして、この先、ですね、下の、駅の方まで、この歴史の道っていうのは、整備されているようなので、駅の方へ、下っていきたいと思いますので、駅から一駅電車乗って、戻っていきたいと思うんですけども、重要なポイントですね、不動明が祀られているお寺ですね。ここまでは車でも上がれるんで、多分この道が、そうだと思うんですけども、しばらくは、ね、この、車道、まあ歩道があるんですけども、この道を、歩いていくようになると思います。暑い。不動寺っていう、からくり不動寺で、鳥居があって、手向かい神社。栗から不動尊ですね。まだ、本堂の、開門時間前なので、ちょっとね、本堂の中入れないのはちょっと残念ですけれども、しょうがないですね。はい。この栗からの、不動明寺、なんですけれども、これ、ちょっとね、わからないんですけど、神社の様式を見せていますが、お寺なんですかね、神社なんですかね、ちょっとよく、位置づけがわからないです。で今ちょっとね落としてると思うんですけども、朝のお勤め中ですね、携帯きれいにしたり、しているのでちょっとね音が入ってますけども、まだ8時前なので、今忙しく、作業しております。でここからね、海が見えるんですね。結構高台まで上がってきたようです、ね、あの辺はもう富山湾になるんですかね、こっちの。本当にすごい香りしますね。あ、本当だ。ね、あ、はいはいはい。あ、この香りですね。山で買え。あ、そうですか。ええ。うん、名付けられたものでございます。峠の周辺には今は旧道となった国道8号線が、
不動尊寺から降りてきたんですけども、あそこはちょっとねいろいろ車で来れるコースなので、案内板も車で巡れるような案内板が結構ねメインになっていて、この歴史街道っていうコースの説明はそんなになかったんですけども、お寺の方ですね親切に説明してくれて、それからまた、このね歴史のお話をしてくれたりして、面白い、時間ためになる時間を少しね過ごせました。で、先ほどから、甘い香りがしてたんですけれども、それの正体もね教えてもらって、それはね、ササユリっていう葉っぱがササに似ているユリの花の匂いが、甘く香っていたようです。それもね教えてもらって、一つ解決です。でやっぱりこの道もあのクマが、生育してる道っていうことで、気をつけて、下ってくださいっていう、ね指導を受けました。そうですね、やっぱりこの時期は、気をつけて、出くわさないように、存在を結構ね大きな声で喋ったり、今日ね鈴持ってきたつもりが、入ってなかったので、ちょっとねその辺は気をつけて降りていきたいと思います。だいぶ高台に上がってきたので、今度は下っていくような感じみたいです。出た出た。見えてるのは砺波平野ですかね。あれなんだろうな。あの高いものなんですかね。八幡宮に、着きました。ここ。これね、南の吉永の像、これ鎌倉にある、頼朝像より大きな感じです、やはりこの辺は、ね、頼朝より吉永なんでしょうね。じゃあここにある、八幡宮お参りしていきたいと思います。駅に到着しました。葵の風富山鉄道、イスルギ駅ですね、到着しました。朝から今11時回ったところなので、5時間ぐらい、ずっとね尾根道歩いて、来ました。結構ねやっぱり今日も暑い一日になりそうで、もう午前中で結構ね暑いですね。はい、でもね歴史の道をずっと歩いてきて、昔の息吹を感じて、歩いてこれたことに、満足しました。では、今回の撮影はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた、さようなら。Thank you.